ボフダン・フメリニツキーは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族で、ウクライナコサックの指導者である。ザポローチャノコサックの軍団初期や、ウクライナコサックの最高指導者ヘイチマンを務めた。ヘイチマンとして、ポーランド・リトアニア共和国に対し1648年から1657年にかけて反乱を起こしヘイチマン国家を建設した。 キエフルーシ崩壊後のウクライナ史上最大の英雄とされるが、一方で19世紀ウクライナの詩人タラスシェフチェンコは、ウクライナをロシアに売ったとして避難した。1595年にドニプロー川中流域のチヒルイン近郊にあるスボー中に生まれた。父ムイハイロは、コサックの少量種であった。フメリニツキーは、実家の近所の教会学校で、初等教育を受けた後、 ヤロスワフのイエズス会進新学校、あるいは、ポーランドの大将軍スタニスワフ・ジューキエフスキが、自らの地元、リビウに設立した学校で、中、高等教育を受けたとされている。通常のローマカトリック教徒の同級生が多い中、ボフダン少年は、正教会に所属し続けた。学校では、世界やポーランドの歴史、ウクライナ語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、 ラテン語を習得したとされる。1620年、父に従い鉄ーラの戦いに従軍し、ポーランド軍の一員として、オスマン帝国軍と戦った。この戦いで、父が戦死し、クメリニツキー自身は、捕虜となり、イスタンブールに2年間抑留された。この間もトルコ語の習得に余念がなく、オスマン帝国の情勢に精通するようになった。1622年に、母親が、 身の白金を苦面したため帰国を許された。その後、登録コサックに入り、チヒルインの百人隊の隊長検証機関となった。領地経営の傍らコサックの対外交渉団に加わり、交渉相手のポーランド王からも高い評価を得たとされている。1637年から1638年に起きた、ウクライナコサックのポーランドに対する反乱の際には、 オタマーンの軍団初期として従軍した。1645年頃には、コサック傭兵の参加問題で、ポーランド政府からフランス王国に派遣されたほか、ポーランド王ブワディスワフ4世の対クリミア作戦、計画にも参加した。ボフダン・フメリニツキーの旗。ポーランド・リトアニア共和国のご慈悲の王の、ボフダン・フメリニツキー、ザポロージャの軍の兵地マン。百四十七年。 ポーランドの貴族でチヒル委員の副長官、ダニエル・チャプリンスキが50歳を超えていたフメリニツキーの領地を奪おうとした。フメリニツキーはチヒル委員の法廷やポーランド議会、ポーランドをブアディスワフ4世に訴えるが、フメリニツキーの主張が支持されることはなかった。秋になると、フメリニツキーはウクライナ中を回って各地方のコサックの有力者に自分の立場を訴えたが、 このことで、フメリニツキーは、ポーランドリトアニア共和国に対して反乱するために、コサックを救合すべく、根回しを行っているのではないかとの権威がかけられることになり、チフィル委員の大官によって逮捕されてしまう。フメリニツキーには、死刑の宣告が下ったが、12月に、フメリニツキーは、大官を説得して、出国、一方で、ポーランドリトアニア共和国に対する放棄を決意する。 フメリニツキーはザッポロージャの地位に逃れ、ポーランド貴族による収奪に不満を蓄積していたコサックたちを説得することに成功する。1648年、フメリニツキーはムイクイーティンの地位における会議によってザッポロージャのコサックの平地マンに選出された。フメリニツキーはクリミア半国とも同盟を結び、上ち棒での戦いで政府軍に勝利する。 フメリニツキー率いるコサック・タタールの同盟軍は、1648年秋には、ワルシャワに達する勢いであった。この年に、ポーランド王に即位した、ヤンニセイ・カジミエ氏によって、コサックの伝統的権利の維持などを約束する、コサックは王にのみ従い土地の貴族には、従わないとした和平を結び、フメリニツキーは、兵を引き、キエフに戻った。キエフに外戦したフメリニツキーは、 キエフの聖教会不主教や偶然キエフに滞在中であったエルサレム総主教からポーランドからの解放者第二のモーゼと呼ばれ観光の声で迎えられた。フメリニツキーは戦いの意義としてポーランド支配からの脱出を自覚しポーランド軍をズボリューで破りズボリュー条約を結んだ。同条約でウクライナはコサック領とされポーランド軍 ユダヤ人、イエズス会の排除が取り決められた。ここにウクライナは事実上のコサック国家となった。フメリニツキーは、こうして、ウクライナのポーランドからの自治を勝ち取ったものの、ウクライナは周囲を敵に囲まれており、軍事、外交の面で極めて難しい状況にあった。1651年6月のポーランドとの戦いでは、タタール軍がポーランド側に寝返り、フメリニツキーは、 タタール軍を説得しようとしたが逆に拘束されたため、コサック軍は大敗を喫した。この結果登録コサックの数は2万人にまで減らされ、ヘチマン国家の当地域もキエフ州のみに縮小された。フメリニツキーは同盟国を求めて一時はオスマン帝国の総主権下に入った。また、モルダビア公国やスウェーデンとの同盟も求めようと、 したが、1654年には、ロシアツァーリ国とペレアスラウ条約を結んで、その保護下に入った。同じ聖教徒であるモスクワとの同盟は、イスラム教徒のオスマン帝国との同盟よりも当時の、ウクライナでは歓迎されたが、その後は長年にわたるモスクワによる、ウクライナ支配の口実をももたらしてしまった側面がある。ヘイチマン国家は、制度上はポーランドに属する。 自治領でありながらも事実上は、モスクワが総主権を行使することになり、自治権も次第に脅かされることになった。この協定に対する評価も、ウクライナとロシアでは、分かれている。ウクライナは、この協定を、フメリニツキーが結んだ、多数の短期的な同盟の単なる一つとみなしたが、ロシア及び後のソ連は、キエフルーシの崩壊以来、歴史の中で、 別々の道を歩んだロシアとウクライナがこの協定でついに永続的に統合されたとみなした。ポーランドから守ってもらうためモスクワの保護下に入ったウクライナであったが1656年にポーランドとモスクワがタイスウェーデン戦争のために同盟を結んだことがモスクワに対するフメルニツキーの怒りを呼び起こした。彼はその後 ポーランドだけではなくロシアツァーリ国からの独立をも目指して再び放棄しようとしたが失敗し、その直後1657年に病死してしまった。ルブフ近郊のボフダンフミエルニツキとトゥハイベイ。ポーランド市ではフメリニツキーの名はポーランドリトアニア共和国の繁栄時代を一挙に終わらせ、共和国分割につながる国家崩壊をもたらした今わし記名として思い起こされる。 ポーランド氏において、フメリニツキーの乱とコサック国家の自立は、フメリニツキー死後のコサック国家内の混乱のためもあり、共和国領内へ、スウェーデンやロシアなど外国勢力の侵入を招く、大洪水時代の序幕となった。この後100年余りをかけて、共和国は凋落の一途をたどり、分割されて国家は消滅する。文化面での扱いは違った。ロマン主義の時代以降、 ポーランドの多くの芸術家にとって、ウクライナという地方はインスピレーションをかきたてられる同型の地となった。そうした中で、フメリニツキーは、かつての自由なるコサックの映画を思い起こさせる代表的な歴史的人物となった。文学では、ヘンリク・シェンケビチの三部作トリローグ屋の第一作目、ヒケンモテ・オーグネム・アイマ・ジャチェムが最も知られている。 この作品ではまさにフメリニツキーの乱が描かれ、その中でフメリニツキーはライバルのビシニョビエツキとともに物語の中心的な人物とされている。絵画芸術の分野ではヤンマテイコやユリウシコサックといった著名なポーランド人画伯がフメリニツキーや彼の時代の出来事を題材とした絵画を多く残している。一方、ロマン主義の入る余地のなかったのがユダヤ人であった。 1648年にユダヤ教徒に対して行われた大虐殺によりユダヤ市ではフメリニツキーの乱は最悪の事件の一つとして数えられ各地の寛容の博物館等ではヒトラーに次ぐ大悪人として紹介されている現在フメリニツキーはウクライナ最大の英雄として扱われており首都キエフの中心近くには彼の銅像の立つソフィア広場があり イスズ自動車との提携で販売されているマイクロバスにもボフガンという彼の名が付けられたものがある。また、ゴフリブニャ紙幣にも肖像が用いられている。ありがとうございます。